な時間。行ってきます。行ってらっしゃい。なんか慌てて行っちゃったな。まったく、いつもギリギリになるんだから。じゃあ俺たちもぼちぼち行くか。おはよう。おはよう。お、みんな揃ってるね。じゃあ朝の報告から始めようか。はい、じゃあ僕から。東の方異常なし。ため池にカルガモがいたから川の方を教えてあげた。俺の方も異常なし。建築中だった新しい家完成しそうだったぞ。俺たちの方も問題なし。天気は今日は一日晴れね。ルピは何かあった？うむ、昨日何やらカラスがうるさかったな。みんなカラスには気をつけろ。そっか、駅の方は危ないから気をつけよう。で、今日は何する？どうしよっか。天気いいし、昼寝でもすっか。じゃあじゃあ、ブランコ作ろうよ。お前それ前から言ってんな。うん。切迫した事案もないし、良いのでは？じゃあそうしようか。やったじゃあ材料の分担を。お、チャタロウだ。入れよ。いや、どうしたの？久しぶりだな、チャタロウ。ああ、うん、みんな久しぶり。男前が上がったんじゃない？え、ほんと？ありがとう。前より模様が黒くなったね。そうなんだよ。って違うよ。世間話をしに来たんじゃないんだよ。大変なんだよ。迷いインコがいるんだ。え？お帰りです。どんな様子？それが声かけても全然出てこないのです。怯えているようだ。あ、あんなとこに。こんにちは。僕たちは君と同じ石製インコだよ。怖くないぞ。こっちにおいでよ。パニクって逃げられても厄介だし。ここは天の岩戸作戦といったところか。天の岩戸？なんだそれ。あ、俺知ってる、うん、ある神様が岩戸に引きこもっちゃって、でも外で楽しそうなことやってたら出てきてくれたってやつでしょ。まあそんな感じだ。よーし、それなら俺たちも手伝うや。楽しいことやればいいんだよな。とっておきの秘技があるぜ。秘技ザ・スズメトリオ。いや、それ逆に怖くねえか。混ざるなよ、やっぱなんか怖えよ。ほら見ろ、余計ビビらせたぞ。不審な動きするからよ。なんだよ。何？え、ちょっ、やめて。あ、ちょっと和んだかも。今ので？いけそうだな。雪丸、頼んだ。オッケー。なるほど。で、車とかにびっくりして飛び回ってるうちに迷子になっちゃったわけか。うん。屋根の色はわかる？わかんない。自分の家の屋根を見る機会はあまりないからな。庭から高い建物とか見えなかった？距離的に駅の方ではなさそうだ。高い建物は見えないってことはこっちの方？こういう並びの家って可能性が高いな。他に動物は飼ってなくて。飼い主は小学生の女の子。目印はカゴくらいかな。情報はそのくらいか。大丈夫、心配しないで。俺たちが必ずフータの家を見つけるからね。インコカラーズ出動。見つからない。見つからないな。なんでだ。範囲を広げるしかねえな。見落としがあるのかな。
プータの話だといつも窓際にカゴが置いてあったみたいだからわかると思うけど。情報を整理しよう。ミントはどこまで回った？北の1、2丁目は一通り。私は4丁目の端まで回ったが、それらしい家は見当たらなかった。こっちの方はどうかな？りょうこちゃん。ふーた。もう、りょうこちゃんに会えないのかな。一緒にみかん食べよう。はい。このみかんね、うちの庭で採れたやつだよ。ちょっと酸っぱいけど、おいしいよね。あ、そういえば、庭にみかんの木があるって、りょうこちゃんが言ってた。え？でもこの時期みかんはなってないし。それだ！みかんの木！え？前に茶太郎たちと言ったんだ。何か所か覚えがあるぞ。ここは畑だし、ここはもう見たし。そう、確かこの辺。誰か見に行った？私はまだ。俺も。きっとそこだよ。行ってみよう。あ、カゴがあるよ。間違いなさそうだな。やっと見つけたな。よかったな、ふーた。もう迷子にならないようにね。うん、みんな本当にありがとう。元気でな。ふーた？自分で帰ってきたの？お母さん、ふーたが帰ってきたよ。お母さん。さて、今日は解散して俺たちも帰るか。おう。賛成。見つかってよかったね。ところでレオ、前に来た時はみかん食べたの？え、いや、俺は食べてない。ずるーい。